二人人狼にしますか。人狼のルールは知ってますか、なんとなく。まあ皆さん多分分かりますよね。だから多分最低3人じゃなきゃいけないんだよね。最低3人で、そう、最低3だね。一人狼がいて、うん、そう、人狼がいて、夜になると人狼は人を襲っちゃうから、う、市民を殺しちゃうと。そう、うん、だからその3人の中で誰が人狼か、おしゃべりで当てなきゃいけないを2人でする。うん、はい。どういうこと？2人なんで、うん、一応ここの中に市民2枚と人狼1枚入ってます。市民2枚、うん、はい、うん、なので2人で引いてもらって、うん、まあ人狼市民か市民市民になる。そうね、どっちかの2パターンでね、うんうん、引いてもらったら役職はもちろんお互い言わないで、うん、夜が明けましたって僕が言ったら、うん、話し合って。何を話し合う、これ。市民市民の村なのか、うん、市民人狼の村なのか、うん、話し合います、はい。あ、じゃあ俺ら二人からしたら市民市民が一番平和なわけ。いや、市民側からしたら市民市民が平和ですよね。人狼側からしたら、うん、平和な村にしたい。え、まあ、え、この朝になるじゃん、はい、で話し合うじゃん、はい、その後の流れは僕がじゃあ、うん、投票しますかって聞きます。投票しますか、はい、うん、投票しますかって聞きます、うん、で、するかしないか選ぶ、はい、人狼がこの中にいるかどうかですね、まずここで。あ、そうかそうか、はいはい、そうね、投票しますって2人が言ったら、うん、投票始まる。投票しませんって片方、あ、ごめんなさい、うん、片方どっちかでも、うん、2人の意見が一緒で投票しませんってなったら、うん、平和な村としてゲーム進みます、うん、で、結果開封してどうでした、うん、投票しますって、その指差し合うってこと？そう、あ、そう、投票しますってなって、じゃあ投票しようってなったら、まあ票入れないといけないわけですね。あ、そうだね、うん、そうかそうか、でももう終わり、もうそこ負け、欲しい。だから人狼は投票しますって言わない方がいいか。だから、まあそうですね、人狼は投票しないを選ばなきゃいけないんだ。人狼は、うん、平和の村で勝ちですってことだよね、はい。だから2人が投票しませんって言えたら人狼の勝ちだ、うん、何これ、なんか変なルールあるな。どういうこと、ちょっと一回まとめようか。一旦まとめようか。まず人狼の勝ちパターンは投票しません、うん、でしょ、うん、ってことでね。でもやったら分かると思うけどな。いや、分かんのかな、うん、まあ一回やってみようかじゃあ。で、市民は人狼するだよね。だから投票できたらいいんだよね。そう、うん、で市民市民だったらもちろん投票なしがいいし、はいはいはい、無駄に人殺しちゃったってことだもんね。結構なる投票なしが一番俺だけどな、一番無難っぽいね。じゃあ、投票、まあ、ちょっと一回俺から一応、はい、じゃあフェイフェイ、あ、お客さんに見せていってやってみましょう。はい、見せます。じゃあまずフェイフェイ引いて、はい、じゃあまずフェイフェイ目伏せて、はい、オッケー、俺の役職ね。はい、持ってていいですか。いいよ、フェイフェイ。いいですか、うん、目伏せた、はい、OK です。はい、じゃあ僕2分かかりますんで。難しい。2人で、2人はもう、うん、僕は人狼じゃないってアピールして、まあもちろんね、はい、プラス相手が人狼だろうっていうことを言っていける。はい、まあ定めるってことですよね。まあそうね、見極めなきゃいけない、はいはい、じゃあ2分間かかります、うん、はい、いきます、よーい、スタート。まあ、お前が人狼だな。あー、なるほどね。そりゃそうだろ。俺ね、うん、市民だから、うん、もう投票しないで終わりだわ。いや、そりゃそうじゃん。そりゃ、投票しない、だって人狼も投票しないを選ぶんだよ。あー、なるほど。でも、うん、マジ信じよう。一気にもう人狼だな。いや、投票、今の一言はもう、人狼だな。マジで。いや、今のやばいよ。あー、畳みかけてくるんだ、前半から。いや、前半もクソも2分しかないから喋る。もう畳みかけすぎ、人狼の強いね、茶色だし。はい、弱い弱い。お前もうひどすぎ、人狼じゃん。めちゃくちゃ人狼。そもそもとして俺からしたらもう、うんうん、少なくとも人狼である可能性がまず 50% あるから。それは俺もそうじゃん。で、俺からしたら、うん、あ、もうそうやって決めつけてくるってことは人狼ねって、勝ち急ぐってことは人狼ねってこと。ちょ、だから市民と人狼なんだよ。うん、そのだから最初からまあ俺ら二人市民だもんなとはならんくない。まず人狼、俺はそうなって欲しかったもん。じゃあならんじゃん。まず人狼をそれぞれ自分たちが否定するところが始めなきゃ意味なくない。はいはいはい。それは上っ面の信頼でやってきたか俺ら。お前ら上っ面の人狼やってんだ今。上っ面の人狼やってる。俺本気の人狼やってるから。俺は本気の人狼やってるから、頼むから市民市民であってくれって思ってたの。
で、市民であったら、それはだって頼むからはなくない？だって自分らで引いて、じゃあ、それがあいつらの人狼だってって、じゃあ自分らが選んでね、俺今回市民やります、俺今回人狼やりますだったら俺は信じてるだってるよ。そんなお前運任せのこれを俺は信じてるだって、お前何信じてんの？それが上面の人狼なんだよ。なんだ上面の人狼ってさっきからっていうことはお前が人狼だもん。じゃあ投票すんの？お前するしかないな、悲しながらマジで本当に。でも俺市民なんだよ。違う、本当は信じたくないけど、だって市民で投票だったら、もうそれ以上喋らないでほしい。人狼って言ってるのと一緒。お前上っ面の人狼やってんじゃん。お前喋んないって選択肢ねえよ。お前人狼において、もうお前は喋れば喋るほど自分は人狼ですって言ってることになるから。そこまで。悲しいわ。終わったぞお前こいつ。じゃあまず、投票しますか。はい、2人でせーので。はい、いきますよ、はい、せーの、しない。投票します。この場合は投票する。投票する、うん。どうやって発表しますか？指差だと思う。あ、そうか。指をさしてください。はい、せーの。いや、もう悲しいわ。開きましょう。はい、じゃあ、はい、さんから開きましょうか。はい。なるほど。じゃあ開きますね。はい。僕は市民です。はい。はい。僕はもう身の潔白を。うん、悲しいです、ペペ。最悪です。はい。最悪の結末です。僕は人狼です。ほらなほら言ったじゃん。違う、上っ面の人狼だったもん。違う違う上っ面だったもん。お前もうゲーム、そのあれだから、もう捨ててること一緒だからな。はい、話し合わなきゃ。うん、だってでも片方が投票するにしたら、うん、もう終わりなんだよ。そのこのあれは、そのどっちかを投票なしにどうにかしようじゃなきゃダメだよ。お前は市民なんだから信じてんだろ、俺のこと。だからそのなんていうの、お前は違う。あ、だからそれがそういうことなの。もう全部出た、今ので。今のに全部出た。俺まだ人狼。うん、俺じゃあ俺永遠に人狼じゃない。俺は泣きながらお前を殺してた。俺ずっと人狼じゃないから。聞いて。いや本当にだからもう、うん、今も人狼に見えてる。今も人狼じゃない、ほら見て。終わったよ。ああ、オッケー。これでも遊び方、これでもう分かりましたね。分かった。お客さんも分かったと思うんで、はい、次は、もう一回引いてもらうんですけど、お客さんに見せないでください。なるほどね。投票しますかで、投票するかしないか決めた後に、投票をお客さんにやってもらいます。え、ちょっと待って、ディベートの形式ってことね。むずっ。お題出しディベートってこと？だからお互いが人、もちろん市民であるっていう潔白を訴えかける。はい。で、バイナクさん上手だったっすよ。うまかったよね。さんよりか、そう、フェイフェイがその全部ゲームを捨てたから、そのなんかお前は上っ面の人狼、俺投票するぜってしたから、あれしたらもう人狼のルール意味なくなっちゃうんだって。喋り合わないと、もう喋るなとか言ってたからお前スーパー破綻してたから。で、今のは真実を突き止めることが正解だったから。はい、まあ、あいつ人狼じゃんよ、もうあいつ人狼くせえぞ。俺から引くから見るなよ。はい、で、お客さん見せないね。はい、あ、そうか、お客さんに見せない。自分で引きました、まずまだチェックしてない、俺は。引いた？あ、俺引いた、あれは引いた。違う何してんの？え、もしかしてそれぞれがそれぞれの道見てた？次の村行こうじゃないんだよ、お前。まだ見てないよ、俺は。あ、そういうことね。そうまだ見ないようにしてるよ。自分だけ見れるよ。あ、いいよ、OK。 はい、でそっち見ててね。はい、お客さんにも見せちゃダメだよ。顔上げていいね。はいはい。じゃあ、これですか。うん、ちょっと2分で。はい、じゃあ、また見たとします。うん、じゃあ、いきます。うん、今、開けました。はいはい、どうぞ。市民です。いやいや、その俺も市民よ。はい、もちろんマジの市民、今回は。じゃあだからマジの市民って言い張って、うん、俺に信じてほしいんだったら、うん、俺の市民も信じてな。あー、まああの聞く耳は持つよ、今回は。お前そんなんしたらもう人狼じゃん。早いって敵対意識を持つのが。違うまだだって捨てきれないから、 50% が。俺は市民。さっきから 50% って言ってるけど、そ3枚やって2枚市民なんだよ。厳密には 50% じゃないからな。それ数学の落としやん。え、数学の落としやん。お通しって言った今一回数学の落としやん。数学のお通しの話したそれは数学の落としやん。どういう落としやんな。かけろ、なんか
式かなんか。その最初、その俺さっきからさ 50% って言う時点で怪しくなっちゃうのよ、はい、自分が人狼握ってるから 50% と言ってしまうじゃん、それ、うん、これもうあの本当に数学の落とし穴って言ってるな、もう数学の話ええわ、もうもうええわ、違う、ここから俺が市民であるっていう可能性が導き出せる。ああ簡単に言うと、短くしてくれ、2本しかないから、だから頼むぞお前、バイダンは市民の確率 50%、うん、で俺市民の確率 80% なの、数学の不思議でね、なんで数学の不思議、じゃあなんでだって、うん、バイダン3枚から引いたじゃん、うん、で俺2枚から引いてるから、あ、やばこいつ、これ言うやつだお前、それは確率変わんないって言うだろ、それ違う、変わんないよ、それが数学の落としちゃう、なんだよさっきからお前だから俺は全部味方なわけねえよ、数学が俺はどっちも市民で行こうとして、うん、今、オッケー、じゃあお前が市民っていうのを信じてほしいなら、うんうん、俺の市民も信じてな、うん、で言ってるじゃん、でも残念ながら落とし穴があるそこに、俺は市民こいつは 50% マジであとそれじゃあいいよ、今のお前の理論で行こうか、うん、それで言うと、うん、お前が 50% な残ってるの2枚でどっちかが人狼だとしたらお前が 50% だ、俺3枚のうちから1枚引いてんだから、うん、俺 30% ぐらいだよ、うん、人狼の確率、うん、分かる、うん、俺の方が低いんだよ、落とし穴な、お前めちゃくちゃなんか奈落の底だよお前、残念だったら上がってこれねえな、お前、あ、もう引っかかりました、どれに引っかかりました、どれに、はい、終わった、バカだなお前は、まあ、投票するかしないかお二人、はい、もうこんな余裕ですよ、はいはい、バカだな、お前の負けだよ、じゃあいきます、はい、せーの、投票する、そりゃそうですよ、投票する場合は、うん、お客さんに挙手していただくので、はい、じゃあまず、福田フェイフェイが人狼だと思う方、うん、手を挙げてください、はい、まあ、じゃあ、バイダーさんの取らなくて大丈夫です、満場一致で、うん、福田さんが、いやいや、1があります、まあ、ごめんなさい、はい、残念、数学で落としてあるな、見て、10と1だと1だと小さいんだよな、この後聞いてくるから、この後聞いてくるよ、これ数学の俺だ、落としてあるだろ、10と1だと違う違う1だと小さいんだよ、1票の格差問題ってそういうことだから、あ、ごめんごめん、これ数学の落としてあるだ、今1票の格差じゃない、9票の格差があるな、違う、ごめんごめんごめん、違う俺理系なんだよな、俺理系なんだよ、マジでお前ら全員後悔する、何だよ、最後に福田さんその今吊るし上げられたんで、はい、今晩でなくなるんですけど、はい、皆さんにお願いします、結構、まあ、でも本当も次の夜寝る前に俺の最後の引っかかったがよぎるから、全員の頭にそういうこと、いやそれよぎるだろう、あの引っかかったって何だったんだろうでそれよぎるだろう、まあ、真実を知ることになる、じゃあまず福田さん、じゃあ開封お願いします、おお、はい、俺を殺しました、全員、じゃあだから、じゃあ全員引っかかった、だから俺言ってたのはどっちも市民って皆さんにアピールするんだよ、俺を敵にしてたけど、うん、俺らは協力して、その違う、だから、うん、だからそれが上っ面の人狼なんだって、なんなんそれお前、だって市民で殺されたんだぞお前、違う、まだバイダーさんか、うん、あ、まあね、そうか、あ、まあまあ俺はいいよ別に、はい、俺は人狼でした、ほらふざけんなってふざけんなって、だから言ったんだよ、だからお前たちの頭に引っかかったがよけるぞって言ったんだ、だからお前はお客さんを味方にしなきゃいけないのに、だから、うん、根気よく丁寧に説明してたのに全員が、違う、お前が説明したのは数学の土地やでさ自分が趣味ってことは何も言ってないよ、違う数学に落とし穴がある話しかしてないよ、してないしてない、いやダメ、もうだってもう俺の勝ちだもん、完全に完勝だよ、だから、いやもうだから、うん、悲しいわ、ちょ、だって最初に、だから、そうね、俺、あどうしたら今フェイフェイ勝ったんだろうな、違う、だから正直だって俺、思った通り進んだもん、話なんか、数学の落とし穴とか言って、うん、いっぱい喋ってたから、あ、これつついたら、お客さんみんな手挙げてくれるなって思ってついたもん、あ、そう、だから俺はだからその申し訳ないけどちょっとバカすぎる、お客さんがひどすぎた、申し訳ないけどひどい、あ、お前の話はもう全く聞いてくれなかった、そう、もうだみんなからしたらもうお前はもう人狼だよ今お前が市民であろうと人狼だよ、関係ない、普通にこの村で仲間外れになるだけ、お前は人狼とか関係なくフェイフェイの釣るものやめようぜって感じ悪いよあいつ、ね、終わり、残念でした、ほんと悲しいわ友達俺だけが正しいことを伝えようとしてたのに
じゃあ伝えようとしすぎたんだ、聞かなかったから周りの意見を。じゃあだからその、うん、全員がもう間違ってたから、全員がその本当にガリレオの気持ちよ。ど、ガリレオ？みんな地球が平らって信じ込んでる。うん。え、違うんだ、数学の落とし穴だって言わんよ、ガリレオ言ってたのに。ガリレオ言わんよ、数学の落とし穴。みんなが変なこと言ってるってので処刑されたっていう感じ。ガリレオってこうやって死んだんだと思う。だから死んだんだ、どんまいだな。でもその事実俺の勝ちだから、その事実はあれだから。でもまあ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 、今後に生かしてほしいね。何に、みんなが街中で人狼探すことなんてないじゃん。聞く耳を持ちましょう。お前だよふざけんなよ数学の落とし穴なんだよとか、どっちが聞く耳なかったんだよお前俺はまあまあ待てよ待てよって言ってんのに、待たない、お前は人狼だ、数学の落とし穴だよとか言ってバカじゃないよお前。これ楽しかったですね。あ、難しかったね。これたお客さんに投票いいですね。面白いね、確かに。さあ、残り2個。